と衝撃的でしたね。練習日もそうだし、ボールもなんかちょっと古いようなちょっと受け取るようにしないとか。貯蓄はあった、ほぼほぼゼロになりました。行くだけでお金かかるもんね。海外出たいって言った時に反対されて、まあ別にビッグな選手でもなかったですし、その代理会社は、まあ、割と大きい会社だったんで、けど僕ぐらいの選手を送り込むってなったんで、でも国内に残れって言われてて、でも自分は行きたいだったんで、もうたらもうここで一応契約を切って、もう自分で探しますっていうのは言いました。そこの契約切るのはやっぱ自分、まあ当然自分が支援選手見ながら、はい、やめてくれって言ったらもうやめられる。でもそこも結構揉めちゃって、やっぱり自分で探そうと思ってるんで、来季はっていうところで話した時も、まあ、向こうもやっぱプライドなのかわかんないですけど、じゃあもう契約もあるんで、やれるもんならやってみなーって言うよ。そう、まあまあそう、まあまあ大げさに言ったらそうですよ。ある意味両方から見せられたんだ。そうですね、もう本当に一人ぼっちになりました。で、海外に行きたいってことですか？海外に、まあヨーロッパに行きたいとは思ってました。どういう状況で行ったの？もう本当に知り合いに当たって、誰かヨーロッパの方で、まあ、クラブこう繋がっている人がいないかってところで探し始めて、まあ、Facebook とかもそうですけど、 Facebook やったやつなの？共通の友達とかも出てくるじゃないですか、まあ、海外在住している人とか、なんかもうそういう人とかもすごく見つけてって、で、まあ、友達になったりとかして、あ、もう自分からもう、あ、もう自分で、はい、そういうパイプみたいなのを自分で見つけて、ね、やってこうと思ってこう自分で行動してた時に、まあ、自分の同級生でもともと海外でプレーした選手で、その年に引退した同級生がいたんで、そこと話した時に、それだったらそのクラブのオーナーと、まあ、連絡は取れるような感じで、ね、すごいね、はい、紹介してもらって、で、Facebook で申請して、それはオーナーに申請したの？そう、オーナーに申請して、で、まあ、そいつにも、こういう選手がいるから、あの連絡取ってやってくれって、そっちから、ちゃんとあの友達になってくれ、あ、友達になってくれって言って、で、日本人からの多分友達申請はないわけだよ、ね、まあ、日本はないですね、誰だよみたいな。だから、ああ、こいつはあいつが言ってたやつかっていうふうに。やって、はい、それで何？メッセンジャーで、はい、英語？ Google 翻訳使って、で今、まあ、こういう状況でヨーロッパに出たいっていう気持ちを伝えて、英語？英語ですね。英語でやり取りして、また Google のあれだけでもいけるゲーム？いや、Google 翻訳でも変かなと思ったら、その単語とか文脈調べてちゃんと伝わるかなってやって、で送りましたね。まあ、ちょっと分かんなかった、その紹介してくれた同級生にもちょっと頼って、そういうので、まあ、やり取りをさせてもらってました。で、来いっていう話になったわけ。そうです、もうとりあえず来て見るからみたいな。それは練習生としてっていう。そうですね、練習生としてですね、はい。それがあるだけでもやっぱすごいね。プロは1ミリで、3部はアマチュアできるから。アマチュアですね、はい。まあ、日本は今 J3 一応プロだから、はい、昔でいう日本リーグ1部2部の下がもう関東リーグだから、その他も県リーグだな。そう、本当そんな感じ。本当そうです。で、行ってどうなの？いや、でも本当衝撃的でしたね。練習日も揃ってないし、ボールもなんかちょっと古いような、ちょっとペコペコしないとか、練習環境とかもろもろと、まあ、一応 J2 でプレーしてたんで、まあ、アマチュアとは知ってても環境まではあんまり把握してなかったんで。クロアチアワールドカップ出る国だからね。そうですね、一応サッカーとしては有名じゃないですか、やっぱりね、はい、だから、まあ、割とそれなりに整ってるのかなっていう気持ちで行ってたんで、まあ、練習、まあ、アマチュアなんでやっぱりこう仕事で来れない選手とかも多かったし、結構衝撃的でしたね。うまい？いや、よくはそんなことはないですね。そこは翔平がやっぱ一番、ああ、もう全然やれるな。あ、そうですね、まあ、やれるなと思いました。やっぱそこで選手たちも日本人来て、ね、なんだって思って、でも一緒にやったら、おお、うまいじゃねえか。はいはい、いや、でも、割と向こうもプライド高いんで、やっぱ受け入れるまでに、そうですね、公式戦に出て、ちゃんと結果残すまでは、ウェルカムって感じはなかったですね。そこはそうですね。お前、カズじゃねえんだぞ。そうですね、そうですね。でも、カズさんがやったり、財前がやったり、松原由伸がやったりっていうのの後に行くわけよ。でも、みんな日本代表クラスだった人間がやってて、でも日本人のことは知らんでしょ、向こうも。多少は、それこそあのワールドカップで対戦もしてますし、一番当たってるからね。あ、そうですよね。なんで、多少日本への認知はありましたけど、まあ、いざ選手として関わってる人はあんま少なかったんで。そうだよね。クロアチア人って来てないもんな。多分オシムさんの名前の人は一番知ってるじゃん。そうですね、向こうの人はオシムさんもそうですし、ググしてやったんだろうか言っとけばいいじゃん。それ思ったんですけど、向こうも一応昔は旧ユーゴだったんで、
ね。クロアチアも独立してるから向こうの中でもピクシーじゃちょっとあるじゃないですか。一番ダメだからな、クロアチアと。あ、そうですそうです。セルビアとかスロベニアとか多分関係性があるから、うん、もうシビアに行きましたね。それで公式戦ちょっと結果を残して、ただ4試合目ぐらいで相手のタックル受けて鎖骨折っちゃって。鎖骨ってのは左側の鎖骨ね。こっち鎖骨？分かんないです。両方鎖骨。両方鎖骨。それ鎖骨折っちゃって、実質1ヶ月しかプレーできなかったんです。ビザの関係もあったんで、90日しか滞在できなかったんですよ。でも本当にリーグのスタートに合わせて行ってたんで、なんでそれの1ヶ月が約4試合しかできなくて、でも最初の1、2試合で多少こうアシストとかゴールも決めて、まあ少しこう認められつつあった中での怪我だったんで、本当に泣きましたね。もうなんか、全部寝るんだ。もうオペするのしないのみたいな話もあったし。草津温泉行け。いやいやいや、まあ、草津があったら多分治ってましたけど、もう本当に、俺、なんかあんだけ勇気振り絞って海外出てたのに、4試合やってさ、もうぞってもう終わりかよ、みたいな。それで終われたの？もう結局、まあ、全治3ヶ月って言われちゃって。うん、日本帰したの？いや、それもう帰らなかったですね。帰っても、何もない。鎖骨温泉って何もない。鎖骨だからね、下に動くからね。そうです、トレーニングね、できないことないからね。そうですね。で、あとはまあヨーロッパでの生活にも慣れたいって気持ちもありましたし、うん、どうなのクロアチアは。めっちゃくっそ芋くわね。主食が芋ですね。すごいよね。はい、ほんとすごいですね。芋すげえんだ。俺もそのスロベニア人と一緒に行った時に、はい、あのホテルで飯で、はい、まあフライポテトだよね、まあフレンチフライ、はいはいはい、そうですね。があんまり食べないじゃんね、プロになればなるほど、はいはい、ライドポテトはあんま食べないけどってなった時にすっげえ取んだよね。すっげえ取って肉とね。そうです。だから要はその日本の付け合わせでも当然ポテトなんだけど、はい、だからそこにご飯は必要ないってことなんだよね。そうなんです。だからご飯なんてあんま食べなかったです。基本的にやっぱ芋肉ね、だったんで。もうオランダもそうだけど。あ、そうなんですね。芋食う。だからアメリカはさ、はい、ハンバーガーに芋つけちゃうから大変なわけよ。カロリーが。そう。あの文化が日本に入ってきてから、我々小さい頃からさ、はい、ハンバーガーに芋って当たり前じゃん。あ、そうですね。一番ダメなやつだよ。特にアスリートは。そう。だから、ハンバーガー食べるんだったら、せめてナゲットチョコ。帰れ、今帰れるからまあ、まあ、それだけもね、けど、ちょっとしたレストラン行ってさ、付け合わせでさ、野菜と、まあ、芋的なものを選べるじゃん。ハッシュドポテト、フレンチフライ。そのプレートで終わればいいのに、パンが出る。そうですね。どんだけ太るんだと。でも、じゃあ、それで、その、残って、そのチームでまた行けたわけ。あの、給料もらってなかった。4部でも給料もらえない。そうですね、一応、まあ、ほんと、小遣い程度で。小遣いいくら？俺、小遣いって500円だから。一般サラリーマン5万円だから。いや、でも本当、そんなもんです。何万とか。でも、1回目は、交通費から何か全部自分で、給料もいらないっていうところで入っていって。貯蓄はあったの？ほんのちょっとありました。でも交通費と向こうの滞在でレストランとか食べれてもこう飲み物とかやっぱ自分で買うものも多少あったんで、まあ、ほぼほぼゼロになりました。まず行くだけでお金かかるもんね。行くだけで、ね、はい。で、じゃあそのチームに復帰したの？そうです。その3ヶ月90日間丸々滞在して、で、まあ、日本に1回戻ってきて、でもう1回戻ってやらせてもらいました。で、なんていうチーム？ MK ベジムレーズのクラブなんです。ベジムレーズ、はい。クロアチアの首都はだっけ？ザグレブです。ザグレブか。でもザグレブから車で1時間半ぐらいですね。なんで結構あの割と内陸の方です。じゃあ空港まで行けばまあまあ都合が。あ、そうです。スタッフに迎えてもらって車でば1時間ちょっとで行くんですけど、これが復帰して、はい、で次のシーズン順調にスタート。そうですね。結果も出しつつ、それで3分もうその4分です。はい、4分です。もう最初にただその0円でいいって言ってたのも、うん、あの自分が結果出したり活躍したらステップアップしたいってずっと言ってて、それの手伝いをしてほしい。向こうに代理人がいるわけでもなく、一、うん、人で行ったんで言葉も分かんないし、サポートしてくれるんだったら0円でいいよっていう交渉で入っていったんで、結果を戻って残して、でまあオーナーもちゃんと探してくれてはいたんですけど、やっぱり4分っていうアマチュアでやってた選手はいくら結果出してもこうチャンスがなかなかもらえない。そのシーズンが終わったのにチームの方でもう一回戻りました。他のチーム探して、はい、他のチーム4部だけど、はい、他探したんだけどダメだから、はい、まあ、そのチーム戻った。トータルで1年と半シーズンいました。このクラブに、はい、怪我した半シーズンと戻ってもう一回戻って、うん、
感じで、そのクラブ4部のクラブに1年と半シーズンいて、やっとオーストリアの3部のクラブから声がかかって、クロアチアの4部とオーストリアの3部だったらやっぱりオーストリアになってくる。あ、全然上ですね。オーストリアはそこはプロ。いやー、でもセミプロのような感じですね。中には多分プロ契約でやってる人もいるし、中にも働きながらやってる選手もいるしっていう。 J1J2JFL 的な。あ、そうですね、はい。クロアチアの時はもうクロアチア語とか融合の言葉で、オーストリア行ったらドイツ語でしょ、はい、そういう言葉の勉強は基本英語で何とかしようって。そうです、もう英語で。クロアチア語とかもそうですけど、本当難しくて聞いたことないもんね。聞いたことないです。ただやっぱこのヨーロッパの人たちが英語を結構みんな若い世代は喋れてたので、いや、クロアチアの人たちとか旧ユーロの人って英語を喋るじゃん。あれすごいよね。すごいですね。しかも聞きやすいじゃん。そうなんですよ、まあ、ドイツ人もそうなんだけど、はい、ブラジル人って世界どこ行っても透けてるでしょ、はい、多分オーストリア行っても、はい、クロアチアの3部リーグ、4部リーグも下手すらいるかもしれない。いや、いましたね、はい、いました。なんでいるかさ、サッカー人口が多いもそうなんだけど、はい、そこの文化に入るのを受け入れるというか、あ、サッカー上手いだけじゃなくて、はい、言葉もそうだし、順応するっていうのがブラジルすげえなっていうのと、ヨーロッパでは俺の中では旧ユーゴの人間なんで、ね、その人たちって各国行っても、はい、多分すげえ働くし、だってオーストラリア代表さ、何とかビッチ何とかビッチなんてさ、はい、基本ユーゴの人たちじゃん。まあ英語もそうなんだけど、レッツの監督もやったペトルビッチ、はい、セリコ・ペトルビッチって、はい、旧ユーゴの人間でね、はい、だから1年しか行ってないのにスペイン語ペラペラなの。日本に来て、まあ、日本はさすがに難しいんだけど、でも日本をすごく勉強して、その後引退して、まあ、オランダでもやってたんだけど、はい、ちょうど俺がね、小野伸二のところに遊びに行ったんで、コーチが「えっ、ー、あ、そうなんですか、おっ、ピトロね、なんか元気みたいな感じで話してて、はい、でもオランダ語も喋るし英語も喋るし、日本語でもちょっとコミュニティ取ろうとするわけよ、はいはいはい、でそれって東ヨーロッパ、まあ、今その言い方試合があるかもしれないけど、の人たちの多分そのハングリーさというか、サッカー選手が多分それが一番分かりやすいのかなと思う。その文化に溶け込むために言葉を覚えなきゃいけない、はい、プライドあるんだけど、はい、言葉を覚えればプライド守れるじゃん。逆に言葉分かんないからさ、バカにされてる言葉も分かんない。はい、そうですね。それすごい感じてさ、はい、すげえなんだ、ペペトビチならそれは特別なんだけど、それじゃない人たち、はい、当然それあんだろうな。だからやっぱりこうサッカー以外でもドイツの方とかに出稼ぎっていう人もいたし、チームメイトの中にはもうフランス語からスペイン語から英語もちろんそうですけど、はい、喋れる人たちもいたんで、多分それ教育じゃないじゃん、多分自分たちで勉強してるんだよね、はいはい、そうですね。もう英語も最初全く分からなかったんで、いや英語なんて本当簡単だよみたいなこと言われて、中学高校って英語勉強したでしょそうなんですよ。いやでも勉強はしました。本当にちゃんと勉強しとけばよかったなって。それはでも言えるよね、今の若い子たちにさ、はい、例えばスペインに行ってバルセロナでプレーしたいですってこういうんだと、うん、スペイン語勉強した方がいいよっていう、うん、クロタケスがなんであそこまでやれるかっていうとさ、はい、プレーだけじゃなくて言葉ですね。やっぱり彼らがコミュニケーション取れるっていうのはでかいからさ、めちゃくちゃでかいですね。やっぱりこう自分の思いとかもやっぱこう伝えたいけど伝えられないっていうこうもどかしさがやっぱあったんで、うまく伝わってるのかなとか、向こうの言葉を理解できないとか、言葉の壁っていうのを本当に行ってみて実感しました。でもオーストリアって時はでもどうだったの？英語？英語ですね。まあただ向こうの人もまだ英語喋れるんで、ただ一番厄介だったのが監督が英語喋れないっていう。ああの監督なんで割とこう年も上の人で通訳ももちろんいなかったんで、そこがやっぱ一番苦労しましたね。クロアチア語はちょっと話してたんですよ、監督が、うん、だから僕にはクロアチア語で一応話してくれてて、うん、クロアチアのリスニングはまあまあサッカー用語だったらなんとなく、あ、こういうこと言いたいんだなっていうのは汲み取れてたんで、うん、今もう英語だよ。まあ聞き取りぐらいですけど、 Can you speak English? Yes. Yes. さあ今日のゲストは、はい、もうね、入札終わってる。なんで入札？